菅総理大臣は新型コロナ対策として東京、大阪などの各都市で今週末から営業時間を短縮したすべての飲食店に協力金を支給する方針を表明しましまた。札幌市に加え東京都、大阪市、名古屋市においても飲食店の時間短縮、今週末から行うことにいたします。時間短縮に、 協力しててて、てくれた全ての店舗に対ししし国としてしっかり支援をし、ていきたい。きたまた感染拡大地域の保健所に派遣する保健師などの専門職についてこれまでの倍の1200人を確保したと明らかにしましたその上で3週間が極めて重要な時期だと強調しマスクの着用など感染防止対策の徹底を呼びかけました。